ジュースに対しての思いはあるの。今はほらピロクでね、ジュースを教えてる立場でね、クラスを持って、今まあジュースのなんだっけ、アカデミーとしての登録はまあピロクでですよ、ジュースね、やってる代表の急に言ったりなんかあるタイプの思い。まあみんな楽しく、楽しくプラス強くなってくれる。そこ言ったら重いよ、伝えた方がいい。まあそこら辺はやっぱり難しいですよね、すべて。まあ指導の面から難しいですよね。そんな偉そうなこと言えません。あれだ。そんな偉そうなこと言えません。そんな難しいですよね。あ、難しいですよね。やっぱり、まあもうこう周りに回って、今はもう余計なことをやらない方がいいのかなっていう最近は。あとはもう本人次第で楽しく。まあ、そうなんだよね。本人なんだよね。楽しくなりたい人、強くなりたい人。だって、ね、山田さんの言うこと全然聞いてなかった。そんなことはないけど、でも山田さんがこうしようとかああしようってわけじゃなく、自分でやっぱ出稽古行ったり、顔を見てくださってね、出稽古行ったり、もしだって毎回ね、試合、関東と試合するとね、梅雨日にね、出稽古行って帰ってくるんで、ね、すごいと思う、俺もそういうあるんですよ。言ったらもうさ、一人で、ね、そうですね。俺なんて終わったらもう飲んでお話しみ。みんな帰りますよね、せっかく東京来たら。その感覚はもうね、ちょっともう、デゲコクレイジー。ジュースクレイジー。いやでもそういうことだよね。あ、難しいですね。それやっぱ人に言われてやることじゃないかな。そうです。自分の、本当に強くなりたいってなれば、まあそういうふうになるかもしれない。難しいですね。だからね、やっぱり強くなるかならないか、楽しくなるかならないか、全部自分次第ですよ。まあ、難しいですね。難しいですね。伝えるっていう。ああ、まあそう。難しいですね。まあピロクもそうだけど、総合のジムだからね、もともとがね。やっぱ総合みんなやる中で、まあ充実どんな感じなのかなっていう風に来るから、他のちょっと充実のジムとちょっと違う。そこも難しいですよね。もともと充実のジムで充実やりきたわけじゃないからね。うちのジムももうみんな最初は総合とか第一とかやりきて、でまあちょっと充実のやってみようかなっていうところで、まあ充実やるから、ちょっとね。クラスがやっぱりどうしてもあーまあ分けない刻みになってたんですけど、いや本当はね初心者クラスやりたいんですけど、いや言ってたじゃんよく、なんかでも新潟の充実感舐められたくないって自分よく言ってたじゃん。まあ若い頃はそう思ってたけど、でもそんな感じじゃない。もうでも新潟の充実感って結構強いと思うけどね。まあ関東の人たちに比べればやっぱり、まあ単純に圧倒的に、まあ、人数が少ないけど、いやでもアジア何回、2回、3回でしょ、トータル。シャート来る、まあ、マスターですけど、まあ優勝して全日本マスター全日本マスターもチャオビー優勝して、あ、クロービーも1回優勝、はい、すごくない？いや、すごいでしょ。まあマスター部門いや、アダルトで出てるの？いや、青ビーまでしか出てる。あ、そうなの。アダルト挑戦っていうのはない。今はもうないです。あ、ないんだ。ないもうないんだ。そう。なんかありそうな気もしましたけど。どっちかというとでもスタミナはあるじゃん。スタミナは一つの武器でしょ。スタミナっていう動き続けられるっていう。あの、そういう武器じゃない。でもやっぱりあの10分間のね、ゲームメイクするっていうのはなかなか難しい。体力とかじゃなくて。あ、今後はどうなんですか、自分の目標としてはですね、やっぱり、まあ、今はねコロナで試合がね、そうね、大会がなくなってきて、まあ、このコロナがね収まったら、まあ、また試合はね出れる限り出続けたいですね。やっぱり体が動くまで試合は出たいって今のところすごいね、まあ、いつ大怪我するかわからない。そうだね、怪我とか最近はもう、はい、試合でしないよね、はい、常に怪我しないように心がけて、まあ、最近はもうなんかしてないイメージ、だからまあ練習もできるんだ、ね、練習量もねすごいですからね、3品コースね、仕事
ことは大変だけどね。それでも朝やって仕事行って行ったりっていう。なんか残ってやってたりしてたもんね。いやいつまでも今でもずっと残ってたよね。そう、まあ、今でも残ってるでしょ。まあそれが柔術ですよね。いやずっと打ち込みしてるとかね、ずっとスパーしてるみたいな。負けず嫌いだった。嫌いだった。もう俺のスパーの時なんか楽しい感じないよ。これだけ体格違うんだから当然ですよね。これこの後のスパーリングがね怖いですよ。私ガチですね。いやいやその程よく程よく程よく、まあ自分の目標はねじゃあそういう感じ。試合ねこれからも、ね、頑張りたいですね。まあ、なんかあれ明確なあれはあるんですか。なんかこうしたいとか、まあ、頑張っていきたいっていうのはあるんですか。なんか、まあ、言わないんですか。言わないんです。まあここでは、まあ、いや言わないんです、ね、どこで言うんだろうね。やっぱある、ね、ちゃんとあったの。言わないね。言わないね。大久保さんの尊敬してる部分言わないとね、ちょっとあのまた拗ねちゃう。試合を出続けてるっていうのはすごい思いますよ。今になって多分一番新潟で今充実で試合出てるのは大久保やすさんでしょ。自分のことも知ってる。強くなっても出るし、まあ、当時から試合出るスタンスはないんでね、まあ、あれば出るんですよね。いやすごいと思います。やっぱり強くなればなるほどね、やっぱ周りもそういう目で見られますしね。やっぱ指導者という立場になれば余計ね、やっぱ負けられないプレッシャーがありますからね。それでも出続けてるのはすごいと思うし、まあやっぱ黒部新潟で結構いますけどね。やっぱこう、まあ、俺そんな偉そうに言うこともじゃないんですけど、まあ、しっかりね、茶帯で実績で黒帯取ったっていうのはね、高校先生のみじゃないですかね。茶帯ですごいね、何十試合なとしてね、結果が出ない時があって、結果を出して、なんか黒帯を取ったっていうのはすごい、意味になりますよね。褒めるわけじゃないですけど、まあ、そこはね、そこだけは、まあ、すごい。ちょっとえちょっといや本当に、まあ、そんな感じでね。いいでしょうね。なんかあと最後なんかちょっと思いがあればなんか言ってくださいよ。思うよな。一応もう立場的にほらね、いろんな自分たちからなんか熱いものがあれば、まあ、でもやっぱり新潟の柔術をねもっともっと広めたいですね。盛り上げたいですね。おー、そういう気持ちはやっぱり、まあまあ、最寄りのね、格闘技道場とかね、どこでもいいんで、そうだね、近くの。そうね、まあ結構、はい、まあ、超中華やつにね、今ね、柔術道場ありますからね、はい、新潟結構ある方だと思うんですね。うん、ここの道場だけ、まあ、まあ、みんなちゃんと指導者、ちゃんと変な人いないしね、ちゃんと教えてくれるしね。いや、身は真面目だし。足を運んでくれてそうだね。格闘技に関わってほしい。お聞くのはついつかい。格闘技やってなんか変わったことあった？自分自身強い強い気持ち、強い気持ちを持てるよ。どんな状況でも、どんな状況でもって言い方ないんですけど、まあ落ち着いていられる、冷静にいられるような感じ。昔はね、ほんとね、こう、まあ、そういうのもありますね。そういうイメージあったよね。あった、あった、あった。なんかすごい落ち着いたイメージあるもんね。はい、ね、まあ、日々勉強させてもらいましたね。人間的にも。人間的にもね、俺ずっと昔から知ってるから。まあ、やんちゃでしたね。やんちゃでしたね。やんちゃだったんですよ、すごい。あの、皆さん。やんちゃだったんですよ、真面目だけど。すごい真面目なんだけど。真面目っていうか、まあ、もともと真面目だったんだろうけど。根はね、根は真面目だったんだろうから今も真面目なんだろうって。チャイム鳴ってきたんですね。終わりますか。じゃあ、よく帰ってスパリングしましょう。よし、おっす、お願いします。よいしょ、お願いします。よいしょ、thank you.
よし、はい、ありがとうございました。今日はね、一日綺麗なところに連れててくれてありがとうございます。ありがとうございます。最後なんか、まあ、これからも新潟の格闘技を注目して応援してください。ありがとうございます。真面目そんなキャラ違うじゃん、俺の知ってる大久保先生同じすいません、はい、怒られるんで、はい、じゃあ横斎、チャンネル T シャツプレゼントになります。どうぞ来てください。ありがとうございます。おーす、おーす。じゃあ最後にで、いつものやつお願いします。横斎チャンネル、チャンネル登録よろしくね。ね、ありがとうございます。よーす。Really?